長引くデフレ、失われた自信、半年前、そこから私たちの戦いが始まりました。強い経済を取り戻す、その決意で3本の矢を射込みました。政府・日銀が一体となった大胆な金融政策、緊急経済対策による機動的な財政政策、その結果、昨年7月、8月、9月、マイナス 3.6% だった GDP 成長は、今年1月、2月、3月はプラス 4.1% へと大きく反転しました。4月の有効求人倍率はリーマンショック前の水準を回復。生産も消費も確実に良くなっています。3本目の矢、成長戦略の出番です。キーワードはチャレンジ、オープン、イノベーション。その主役は皆さんです。皆さんのチャレンジを応援します。女性にはもっと社会で活躍してもらいたい。女性が輝く社会は私の成長戦略の中核です。待機児童ゼロで仕事と子育ての両立を応援します。子育てにある程度専念したい方には3年育休、職業訓練など職場復帰支援を充実します。若者には世界に羽ばたいてほしい、すべての希望する若者が留学できるよう支援します。オープンを進め、目指すは世界一です。おいしい日本の農産物、海外でも大人気です。農業の構造改革、6次産業化、輸出戦略を推し進め、10年間で農業・農村全体の所得を倍増します。私自身もトップセールスに邁進します。粒子線治療、痛くない注射針、医療用ロボット、そして iPS 細胞などの再生医療、最新の医療技術は私と同じように難病で苦しむ方にとって大きな希望の光です。医療は2兆円の輸入超過、日本のイノベーションでこれを反転させることもできる、そう信じています。いよいよアクション、行動の時です。行動なくして成長なし。今日決める成長戦略はスタート。必ずや政治を安定させ、秋には成長戦略第2弾です。思い切った投資減税や産業競争力強化法の国会提出、秋の国会は成長戦略実行国会としていきます。私は10年間で1人当たり国民総所得を150万円以上増やすことをお約束します。できるのかという批判もあります。しかしこれは70年代も80年代も実現した数字です。70年代や80年代の日本人にできて、今できないはずはありません。もう一度日本が世界の中心で活躍できる、今こそ自信を取り戻し、一緒にもう一歩前へ踏み出しましょう。